でも夢の中だけだとしても、あの感触、彼女の悲しさ、彼女の寂しさ、彼女の切なさ、そして彼女の心の痛みを和らげてくれたあの時計の音、あの心の感触は確かにあったのだと思います。もしかしたらその心はこの世から消えてしまったかもしれませんが、それでも確かに。雲が流れていきますね。すごい速さで。あの雲はどこに消えていくのでしょう。あの先には何があるのでしょう。その先でも多分彼女の胸の中で、あの時計は大好きな人の思いを刻み続けるのだと思います。高博、蛍火が持ち帰った映像が読み出せた。ああ、とりあえず見てみろ。話はそれからだ。多分驚くだろうな。霧島の嬢ちゃんから話を聞いたのだが、例のやつ、上総嬢ちゃんを攻撃した時に影を操ったと言ってたな。それは確かなのか？まあいい、とりあえず見てみるか。
そうだ。俺は直に見たことがなかったが、話ではお前は漆黒を操ると聞いている。漆黒が影のように形を変えてあらゆる攻撃をする。これを使うエージェントとして世界中から恐れられていたといえば漆黒の神崎、つまりお前だ。ナーサリークライムだからということか。だが事実使っている。それにもしナーサリークライムでもなければ神風と言われる伊勢を倒すことはできないだろう。例がナーサリークライムということなのか。なぜそう言い切れる。高弘さんですか？申し訳ありません。高弘さんが来てくれたので嬉しくて、ついあまり体が動かないのでまたヘマをやってしまいましたが、でもこんなにいつも来ていただいて申し訳ないですよね。高弘さんお疲れみたいなのに。高弘さんもすぐに大丈夫だって言いますよ。リニアのことを全然言えないじゃないですか。高弘さん本当に大変そうです。それはリニアのせいなのですよね。
されましたか？至急来てくれ。メインフレームのハッキングができた。探していたものが出てきたよ。いつもありがとうございます。本当は大丈夫ですよって言わなければいけないのですが、やっぱり高博さんが会いに来てくださると嬉しいです。ごめんなさい。これを見ろ。中央情報管理局メインフレームの情報だよ。100年近く昔の新聞をそのままデジタルの情報で残していたものだ。当時の新聞社の構成された文字データや画像データをそのままカンパニーが手に入れて中央情報管理局メインフレームに残したものであろう。簡単に言って、人工知能がどれだけ人間らしく振る舞えるかというテストだよ。人間と人工知能をそれぞれ箱に入れて、外から他の人間が質問だけでどっちの箱に人間が入っているか当てるというものだ。人工知能が人間らしく完全に振る舞えば、どちらが人間か判断はつかない。その時点で、人工知能には心があると考えても差し支えないというものだ。まあアンドロイドに心があるかどうかは未だわからない。とりあえず今あるアンドロイドの全てがチューリングテストをクリアできるものだ。本当に心があるのか、それともそう振る舞っているだけなのか、本当のところはわからない。しかし一般人もアンドロイドと暮らすようになって半世紀以上、今さら彼らに本当に心があるかないかなど疑問に思う人間はいない。そういうことだ。うん、関係がない。この記事自体はな、なぜならば、この記事に疑問を抱いたのでな、少し調べてみた。
この記事が作られたのは1世紀前だ。だが今消えた部分は全て2ヶ月前に改ざんされた情報だ。ああ、間違いない。オリジナルと思えるのはここに残された文字だけだ。世界で初めて完全なアンドロイドを完成させたのが伊原博士であること、 AC カンパニーの母体になった会社の共同開発によるものがチューリングテストをパスしたこと、それ以外は間違いなく2ヶ月前に改ざんされたものだ。